はい、こんにちは、トールと申します。アニメ悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民のために尽くしますの1話を視聴しましたので、こちらの印象やストーリーの感想なんかを語ってみたいと思います。よろしければお付き合いください。まず軽く作品の紹介からいきましょう。こちらの作品は通称ねラスタメと略されるようで、なかなかこれねタイトル全部覚えるのがしんどいんですけど、ジャンルとしましてはこれ異世界ファンタジーと恋愛ものになっています。ナロー系からまあ連載されとって、で原作小説が今6巻まで出ている形になります。でストーリーがね、その王女様がある日前世の記憶を思い出して、ね、どうやら自分は自分が昔やっていた乙女ゲームの世界に生まれ変わっていると気づく。ただ、その生まれ変わったキャラクターっていうのがいわゆる悪役令嬢、まあ、この作品だとすると、まあ、悪役女王なんですけど、であってですね、このままだと悲劇の未来が待ってるよって、これを回避するためのね、まあ、ラスボス回避ファンタジーというジャンルのようです。はい、悪役令嬢ものと呼ばれるもののね、中でも、まあ、自分の印象としましてはかなり癖が少なくてですね、見やすくて丁寧に、作られてるんじゃないかなと思いました。無料配信なんかもね結構充実していますので、興味を持った方は見てみてはいかがでしょうか。それでは1話の全体的な感想から軽く言ってみたいと思うんですけど、まあこれすごく王道的なストーリーなんでしょうね。悪役令嬢ものにおいては、まあ、もしかしたら典型的でテンプレート的なね、内容なのかもしれないんですけど、僕がまああまり悪役令嬢ものを見てこなかったっていうのは、あるとは思いますけど、丁寧な作りでね、結構楽しむことができました。そうなんですよね、悪役令嬢ものってこんなに序盤やっぱりシリアスだったんだなっていう、そうですね、自分が今までしていたことも自覚してるし、ね、その上でこれからするであろう罪もね、意識してるからこそですね、結構いろんな負い目とか必死さがあってですね、シリアスなノリが自分は結構心地よかったかなというふうに思います。でその上で破滅を回避するための行動が、ギャルゲーというか、まあ、乙女ゲーというか、その恋愛ゲームっていうんですか、恋愛シミュレーション的なキャラクター好感度アップというかね、そこにもつながってくるところはこの手の作品のね、お約束になっていたのかなというふうに思いました。全体的に話も絵もね、丁寧でしたし、描写なんかについても説明不足感はなかった。まあ王城の中の背景美術だとか小物なんかも、気が利いていましたので、全体的に自分は新鮮に楽しめましたね。まあプライドのキャラクターに関しては、まあもうちょっと味が、出てくるのかなと、待ってたらいいのかなと思ってはいますね。今回って状況分析とか説明会が多かったので、ね、彼女自身のアイデンティティはまだちょっとつかみきれていないんですよね。ただまあ善人であって基本的には、そして破滅回避のために全力で動いてるっていうところですよね。危害を与える前には自分は消えるべきだって思ってるところなんかは、逆に言うとそれを弟に頼んでしまうのは覚悟は決まってるんだけどね、この年代の子に言われるとなかなかにね罪な女感がね、あるかと思います。そのわけで、まあメインの今回、まあその大枠の説明ストーリーとともにエピソード2つをね、しっかり添えてきたんじゃないかと思いました。一つは使用人たちとの関係ですよね。最初プライドがこう膝をこうついた時に、周りがその一定空間よりも近づいてこなくて不自然な感じだったんですけど、めちゃくちゃビビっていたことが、分かってですね、ね、だからいろいろとそのプライドがベッドでゴロゴロバタバタしていてですね、一個一個に周りがビク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 していたっていうところね、ここのすれ違い感っていうのは結構まあ一つのまあギャグ的にもなっていたし、その上で、状態、環境、そしてまあ関係性っていうのが、結構改善されてからのね、微笑ましさにもつながっていたのかなというふうには思います。で、もう一つはそうですね、弟に対してですよね。まあ弟に対してゲームのプライドがしでかしたことをですね、知ってるからこそですね、ちょっと不思議な負い目もあるし、ゲームプレイしてるからこそ事情も分かってるしね、その上で破滅回避しないとっていう意識もあるし、でそもそも、この子はまあ18歳の時までのね記憶が、残ってるってことだったので、感覚的にはまあ小さな子供に対する母性的なね、そういう本能も含めて関わってると思うんですけど、そんなんもう相手には分からんわけですからこれ好感度どんどん上がっていくところになりますし、これはこの手の作品の醍醐味になってると思います。次回がまあそれこそね、お告白王女は義弟に願うというタイトルになっていますので、弟についての話がもうちょっとしてくれるっていうところでですね、ここは普通にね、シンプルに楽しみだなと思いました。はい、まあよくある展開なのかもしれないんですけど、自分的にはいろんなところがね新鮮であって発見も多かったなと思ってます。皆さんの感想なんかも気楽に、書いていただけると嬉しいです。
そんなわけで個人的には順調にストーリーが進むのが普通に楽しかった1話ではあったんですけど、まあ今後に期待したい部分だとかですね、注目してる部分なんかについてちょっとね共有していこうかなと思います。まあ、この辺は本当に思いつきで喋ってる感じなんですけど、まず、この世界にはね特別な能力を持ってる人たちが存在していてですね、まあ間違いなくね、弟のステイルの友人、能力持ちをね、今後出てくるって思いますし、妹の話なんかも絡んでくるとは思うんですけど、そもそも部分としてですね、このプライドの、まあ、予知能力っていうのはどういうものだったんだろうって、ゲームの設定では前世の記憶を思い出したわけじゃないから、もしかしたら予知能力を継承している別の存在がいる可能性は、あるかとは思います。まあ、もしくはこの後にあの予知能力が目覚める可能性もあるんですけど、現時点では予知能力目覚めてないという見方が、いいと思いますので、逆に言うとゲームの知識はあるんだけどこの先のことは予知できないとかいうね、そういう不具合も出てくるかもしれません。あとまあ破滅の回避の方法についてですね、プライド自身に全ての原因があるんだとすると彼女が行動を改めればそれは回避できるかなと思うんですけど、まあゲームによるこう運命的な強制力が発生している可能性もありますし、逆にもともとあった悪意とか事情が集約したのがゲームの世界のプライドであった可能性もあると思いますね。もともと悪意がこの国には存在していてですね、それを圧倒的なカリスマ性と能力を持ったプライドが、全部まとめ上げてしまった、取り込んでしまったっていう見方も、できると思います。で彼女自身の境遇もそのゲームの設定で今回出てきたことだけを拾い集めてみるとですね、結構同情に値するというか、彼女が歪んでしまった理由を見出すことができなくはないんですよね。父の死を予知能力目覚めとったのに防げなかったっていうのは間違いなく彼女の負い目になったと思います。母もそれを追うように死んでしまったっていうのはですね、ますますそこにこう拍車をかける形、頼りにしていた父を亡くしてしまってもう不安で不安で仕方なかったからこそ、弟を霊属させる、そういう流れになったという見方もできますし、また、母の愛を結局彼女自身は、まあ、多分全然受けられなかったという認識だと思いますので、母の愛を独占していた妹が憎いというね、そういう憎しみが生まれてきた可能性はあります。でこの辺を踏まえて言うなら、プライド自身がね、もともとなんていうかこう原因はあったにしろですね、歪んで取り返しのつかないところまで行ってしまった理由に関しては、もしかしたら同情の余地があったかもしれないと、考えるとですね、このあたりはなんかちょっと一概に行動を改めただけでうまくいくのかは、ちょっとわからないですよね。他にも実は、悪い組織があったんだけどゲームの世界ではプライドがそれを取り込んで利用したからね、亡くなっていた、プライドの気まぐれによって潰された悪党貴族みたいなものがね、いた可能性なんかもあってですね、この辺つまりその行動が変わったことによって未来が変わってくるっていうね、それによる影響もまあ考えていってもいいのかと思うとですね、結構その話自体を複雑にしていくためのその手段はいっぱい、あると思いますので、なかなかこうシナリオ的な面白みがね、増していってくれると嬉しいなと思います。まあ次回次次回ぐらいにね、そこを期待していけばいいかと思いました。あとまあちょっと注目点としましては、このゲームってシリーズがいくつも、出ているわけで、で、まあ今回出てきた例えばその現宰相さん、不死の能力とか言っていたんでね、これ代々裏側で王国を牛耳ってる存在とかで裏がありそうで、このシーズン1においては表沙汰にならないんだけど、シーズン2とか3とかね、進んでいった時にその事情が明かされるみたいなね、そういう展開の可能性もあったりするんだと思うとですね、結構なんていうかこういろんな設定を後でつけたりだとか、知識を持ってるからクリアできるとは限らない、そういう意味ではなんか話はどんどん面白くしていけそうなね、そんな気配だなという印象ですね。最後までご視聴ありがとうございました。ラスタメの1話について話をしていました。このチャンネルでは主に自分が楽しんでる作品を取り上げて、楽しんでる人の満足を上げたり、作品自体の評価を高めたりできるように動画やライブで配信を行っていますので、またご一緒いただければ幸いです。まあまだ夏アニメに関してはね、夢中になれる作品を探してる最中ではありますし、このラスタメに関して言うなら、こうシナリオ的なね、面白さっていうのが増してくれると嬉しいなと、また、キャラクターに対する愛着とかね、深まっていくとずっと楽しんでいけるんじゃないかなと思ってますので、はい、まだまだ未知数でありますが、しばらくね追いながら、まあ動画出すかはわからないんですけど、ライブなんかでみんなと共有していこうかななんてことを、考えています。はい、そんなわけでですね、また次の動画でお会いいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。